到我们的一个来到这个大厅的入口，看看有谁会过来。嗯，可能要等一下了。タクシーが来ましたよ。嗯，有一辆计程车。看看会是谁嘞？来来来来来！他们来了。橋本さん。こんばんは。晚安。不好意思打扰你。可以打扰你一点点时间吗？いいですか。もう10分。需要大概10分钟是可以的。好，我们想要确认你的英文发音。那什么？大概10分钟。很快要结束，可以吗？この番組は BMM.com 証券とフジテレビの1階がもうすごい良い匂いになってます。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。このフジテレビの1階がもうすごい。啊，这是富士电台建筑的第一楼，突然觉得有香香的味道。哎、欸，我也是因为这样才过来的。啊，其实就是Hashimoto桑啊。好，那我们就先来第一个挑战喽。第一个是这个。当たると。はい。お願いします。これは狙ってますか？はい。这个用这个字是什么意思啊？では、Hashimoto桑1回目の挑戦。Hashimoto桑第一次挑战。当たると。あ、押してからですね。あ、你要先给他这个啦。对不起。哦，你应该先告诉我怎么用的嘛。ここ押してからですね。先给他再说吗？当たると。Sorry, I didn't get that。嗯，对不起，我没听懂哎。哎，好像错了、哦。他听不懂就会这样吗？没错。残念です。太可惜了。5連続で先に。好啊，你还可以再试一次。言えるんですか？このまま。行きます。好，那就开始了。アダルト。ちょっと笑っちゃってんじゃないですか？わかんない。どうしよう。不知道怎么说哎、欸，你要说英文，英文的好不好？そうそう。ちなみに次三回目なんで。我们有三次，会有老师来教我们怎么发音。OK です。哎、欸，我听力比较好哦。レイナ先生です。お願いします。あと、ああ、わかりました。あ、我了解了。橋本さん、第三次。あ、don't。If you don't, you don't. I don't. 他听成 I don't。I don't.それでは橋本さん4回目のチャレンジです。どうぞ。アドウチ。Did I say you did? でもなんで？奇怪、为什么？忘记他说要念短一点。アドウチ。アドウチ。アドウチ。那个 L 要放在舌头上排后面，最后一次机会。アドウチ。I'm not sure I understand. Good, 对对对。变成了 good。我一発でやんなきゃいけないんですよ。我也会试，但是我只有一次机会。你会成功吗 ？Adult。Yes。すごい。厉害。すごい。Adult。Adult。T はとではなく。念发 T 的时候要轻一点呐、啊，就是不能念重音的。下一个挑战是。サウジ。サウサージ？お。サウサージ？お。サウサージ？あれ？サウセージ？ソーセージ？正解。啊，对了。正解。それでは橋本さん一回目のチャレンジです。橋本さん第一次。ソーセージ。Okay, I found this. 好，我找到这个。ソースになっちゃったってことですか？惜しいですね、ちょっとね。啊，天成ソース了。それでは橋本さん二回目のチャレンジです。どうぞ。ソーセージ。I'm not sure I understand. Something is he. 何て言う？那什么意思啊？意味になってないらしい。没有任何意思。
そしてヒントを聞いての3回目。あ、橋本得到老师的帮忙。ちゃんとヒアリングしてましたよ。你有仔细听老师念吗？ Like sauce, and then edge, and then edge. Sauce 跟 edge 连起来。Yes, so you say it fast. Sausage. 念快一点。Yes. はい、OK です。それでは橋本さん4回目のチャレンジです。どうぞ。Sausage.Okay, here is what I found. Yeah, 办到了。厉害，我办到了。天，你看这样子啊，过来。我讨厌这个字。Mas. Sausage. What? 太好了，我赢了。Sausage. Sausage.Sausage と発音すると通じますよ。ちょっともう一問やっていいですか。下一个字好吗？こちらです。マンゴー。これ結構簡単じゃないですか。这看起来很简单呢。可能吧。いける気がします。我觉得我可以成功。それでは橋本さん一回目のチャレンジです。橋本さん第一次。マンゴー。I didn't find any restaurants matching Mingo。我没有找到任何餐厅是跟 Mingo 有关系的，怎么听起来有点长？出てきた。それでは二回目のチャレンジ。第二次机会。マンゴー。I'm not sure I understand。我不确定我懂哦。ちゃんと読み取ってる。我念 mango 啊。请老师教我。Mango。Yeah。哦，簡単。简单吗？行きます。先生のヒントを。虽然得到老师的帮忙，还是马头还是一直失败。接着他来到了最后一次机会。Mango。Mango, man, man, でいいの？我怎么念 man? Man, mango, yeah. mango, yeah, okay. 最後になります。好，橋本頭上第最後一次。Mango. Here is what I found. 違う？啊，又失敗了嗎？真的很難耶。これ全然、这个字发音怎么发啊？ Mango. Here is what I found. 本当だ。Mango じゃないの？真是有点难了，我试试看。Mango. Here is what I found. Mango. 厉害。Mango. Mango. マンと麺の間の音を意識してみてください。不是念 man 是 man。こちらです。好，换这个。Housewife. 啊，人妻。Housewife. 哦，いいんじゃないですか？这样 OK 吗？ Okay? 这个念法 okay, 这样的发音 OK 了。哎，好，第一次。Housewife。House 的 wife。这是什么意思啊？就像是问你的老婆最近好不好？日本語喋る。原来你会说日文啊。第二次机会。Housewife. Interesting question. 有趣的问题。你好像把 house 念耗子的。じゃなくて。じゃない。Housewife. 他试着念 house， 可是好像把 house 的词念成耗子。这个要注意，最后一次机会。Housewife. Ah, here's what I found on the web for housewife. 行了。啊，换我了。Housewife. DMM のスマホはなんと通信事業大手のノアサービスエリアでつながるらしいんですよ。太っ腹だな。通信事業大手のサービスエリアを使わせていただいてありがとうございます。つながる DMM モバイル、ヤマピーをたまげで検索。わざとらしい CM って個人的には大嫌いなんですけど、どうしてもやれって言われたんで、今からわざとらしい CMやらせていただきます。すみません。
うわなんだこれ、なんて読むんだこの漢字。う、爆安 DMM モバイル。いやよかったな、うん、よかったよかった。遅くなってごめんな。あ、お兄ちゃん、おお待ってたよ。よかった。おめでとうな。ありがとう。もしもし。え、どうしたんや、何かあったんか。新しい発表があったようなんです。で、新しい順位はどうやったんや。また2位かいな。カビーン。DMM.com 条件モルツに乾杯。サントリー「ザ・モルツ」トーテム。シルク・ド・ソレイユ日本公演最新作「ダイハツ・トーテム」。感動が人類を進化させる。2015FNS 歌謡祭 THE LIVE、 躍動感あふれるフレッシュなライブ空間でお送りする新しい FNS 歌謡祭が誕生。誰も見たことがない初共演にあのグループから重大発表も。お見逃しなく。いきます。あ、返すだ。ハウスワイフ。イエーイ。ハウスワイフ、ハウスワイフ、ハウスワイフといえば通じますよ。この番組は DMM.com 証券とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。